いや、お疲れ様です。吉谷拓郎のここがすごいパート2にしましょうか。やっぱりあれですよね、あのゼロになることを恐れてないっていうところかな、私が見えるのは。で、吉谷さんに気づかされるのは結構あって、まあ、吉谷さんって学校の成績悪かったわけじゃないですか。で、卓球一本でやっていったわけですけども、じゃあ今卓球に依存してるかっていうと依存してないわけですよね。まあ、常に情報発信とか意外なところから人っていうのは助かるもんだなっていう風なね、視点を与えたりとかすることだと思うんですよ。あの前回の動画でも言いましたけども、少ない再生数で高い売り上げを取っていくってことにね、やっぱ特化していけばそこに道が開かれるし、でそれからね、あの R34 ですか、車もね、あの手放すっていう決断をしたのがすごいなと思うんですよね。 R34 があって当たり前の吉谷さんがそれを手放すことによってまたブランディングに成功していくとか。でもあの R34 に乗っていようが乗っていまいと、R さんの話は多分誰よりもできると思うんですよね。まあ、そこでラポール築くこともできたりとか、あとはそうですね、あのインターネットがなんで儲かるかっていう素朴な疑問ですけども、それは原価がかかんないってところにつきますよね。何を使っても原価かかんないっていうところ、それからその手間暇のかかる商品を、まあ本当は作ってるんだけども作っていないってところですよね。要するに1日かかりで作った商品が数百万っていうね、ポテンシャルを生んでいるってこと。これがだから外注とかだとやっぱり1日かけて物を作って3万とか4万とかが限度だと思うんですよ。そうなってくると、あのなんか在宅でやるこのものすごく大変な仕事みたいなね、あまり自由は勝ち取れないかなってところですけどもね、まあ吉田さんも私もなんか言ってみればカメラの前で喋ってるだけなんでね、頭の中にあること、それがだからお金になってくるっていうのは助かるなっていうところがありますし、まあ麻雀店から始めて、じゃあなんかね、私がクリエイティブなスキルを身につけたかっていうと、発想がクリエイティブなだけで、なんか作れって言われても作れないですからね。まあ、ホームページの作成はできますけども、でも質は悪いですから、それを商品にはしていないし。なんかその、最近はね、あの、サムネイルですか、サムネイルも Windows に標準搭載の、その、ペイントっていうやつで作ってるんですよね。本当何も、以前は iPad 使ってたんですけども、それすら使ってないという。フリーソフトすら使ってないみたいなね。何もかも無料で、徹底的にこだわって無料で、有料のものを作り出すってことに、まあ、特化できたのは、まあ、吉田さんがね、インターネットの仕組みで、コストがかかんないからじゃん、みたいなことね。言ったところに、あ、そうだよねって気づかされたところも大きいし、で、もともとがそのインターネットビジネスっていうのは、通販と広告っていうことだったっていうね。まあ、そのカルクリを、例のネオヒルズでね、あの覚えたこともすごく大きかったかなと思いますよね。だから麻雀店のお客さんってね、だいたいね300円の売り上げを立てるために1万円のコストがかかるんですよ。そういうデータがあるんですけどね、集客に関してポスティングをしたりとかね、チラシを作ったりとか全部お金がかかるわけじゃないですか。でも1000密って言われて、1000枚のポスティングとか広告を1000人に対して出して、やっと1回の来店ってのがその1000人中3人ぐらいしか起きないみたいなね、むちゃくちゃ効率の悪いことをやってるわけですよ。で、しかも、その、集客にコストを割くのをやめたら集客はしなくなるみたいなね。でも集客にはコストはかかってきて、あの、要するに店舗ビジネスってどうやってもね、コストがね、あの、経費っていうのを上回っちゃうんですよ、どうやっても。それこそ、むちゃくちゃ有名人に自分がなっていくとかぐらいしかなくって、あとはなんか奇跡ですよね。なんかロケ地に選ばれたとかね。なんかそのぐらいしかなくってね。なかなか難しいですよね、やっぱね。はい、ということで、まあ、このスタイルでやれたのも皆さんのおかげかなというところでございます。じゃあ、行ってきます。